クロイスターズ、またはクロイスターズ美術館はニューヨークシマンハッタンクワシントンハイツのフォートトライオンパークにある美術館。メトロポリタン美術館の別館として1930年代に建築が開始され、その外観は複数の中世ヨーロッパ機の大衆動員の建築様式を模してデザインされた。収蔵されているのは西洋中世美術品並びに建築関連である。 クロイスターズはハドソン川を一望するマンハタンの北端丘陵地帯に位置し、フランスから移設された修道院の5つの回廊が建物の構成要素になっている。移設された回廊はサンミシェル読者、サンギレムイコールルイコールデゼール、ボヌフォガン,ンイコールコマンジュ、トリーイシルバイズ、フロビルからのもので、それぞれ解体された状態でニューヨークに持ち込まれ、 1934年から1938年にかけて、ホートトライオンパークで再構築された。また、クロイスターズ周辺には、中世の写本や工芸品などに表現されている園芸品種が植栽された庭園と、中世の修道院に見られるような多様なハーブ園が存在する。さらに、ホートトライオンパークとクロイスターズは、 アメリカ合衆国国家歴史登録罪の史跡指定を受けている。微笑む天使建物と隣接する1万6000平方メートルに及ぶ庭園はジョン・ロックフェラー2世からの寄付金によって創設されたものである。また、ロックフェラー2世自身が所有していた主要な中世美術品コレクションの多くは元はアメリカ人彫刻家ジョージ・グレー・バーナードが所有していたもので、 バーナードは自宅近くのホートワシントンに中世美術品を集めた美術館を設立したこともある人物だった。ロックフェラー2世はバーナードから購入した美術品コレクションをすべてメトロポリタン美術館へと寄贈した。このバーナード由来のコレクションとロックフェラー2世がもともと所有していたコレクションとが現在の黒いスターズの中核コレクションとなっている。ロックフェラー二世は バーナードがフォートワシントンに設立した美術館の北側の土地26万平方メートルを公園として大衆に開放し、さらに新しい美術館を建設する目的で順次購入していった。クロイスターズの建物はニューヨークのリバーサイドチャーチのデザインを手掛けた建築家の一人、チャールズ・コレンズの設計によるものでヨーロッパから持ち込まれた様々な様式の回廊を 統一された様式の建物として再構築することに主眼が置かれた。その後、1988年にキリスト教に関する美術品を収蔵しているトレジャリギャラリーが修復されており、その他のギャラリーも1999年に改装されている。クロイスターズには約5000点の中世西洋美術品が収蔵されており、特に12世紀から15世紀にかけてのコレクションに、 重要な作品が多い。著名な美術品として7点のタペストリーからなるフランドルで制作されたユニコーンの狩り、初期フランドル派の画家ロベルト・カンピンのメロードの祭壇がクロイスターズ・クロスと呼ばれるロマネスク様式の祭壇用十字架などがある。また、クロイスターズには多くの写本、装飾写本も所蔵されており、リンブルク兄弟の ベリー公の美和式自童書、フランスオシャルル4世妃ジャンヌ・デブルーの依頼で制作されたジャン・ピュッセルのジャンヌ・デブルーの自童書が有名である。ありがとうございます。